皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日の小散歩は池尻大橋、まあ、ここ246で東京でもかなり、まあ、車の量の多いところなんで、ここも歩いてもあれだからちょっと行くわね。ちょっとチンギスさん、いきなり走り出しちゃってどうしたんですか？お散歩ですよ。ジョギングじゃないんですから歩きましょうよ。もうチンギスさん、それにしてもどこまで走っていくつもりでしょうか？お、来てた。はい、この今日は、この緑道というのがあるらしいんですが、ここを歩いてみようということなんですよ。この番組はアリコジャパンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。というわけで今日は池尻大橋のすぐそばに広がる目黒川緑道をお散歩。川のせせらぎに耳を傾けながらのんびり歩ける憩いの散歩道、ちいさんも大絶賛。これはいいね。もっと早く気づき出てたね。大量の薪を発見。その意外な買取先とは？どのくらい重いか持ってみるか。この夏初めてのかき氷、そのお店で出会ったのはなんとちいさんのそっくりさん。本人もびっくりのその素顔とは？あの世田谷のね、ちいさんって言われてるんですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日は池尻大橋駅のすぐそば、目黒川緑道をお散歩。なんでものんびりするには最適な場所だそうですよ。綺麗に花が咲いてて、こう水場があって、いろんな、ほら、可愛い花がいっぱいありますね。コテンティーラベルナ、こういうのもみんな名前がこう振ってあると、それだけでもなんか見たってすぐ僕らは分からんけど安心するね。これはいいな。俺こういうの見てたら一日見ちゃうな。何にもなくてもいいな。あ、カモがいる。ほら。お母さん心配してるよ。たくさんのカメラマンが来たりして。大丈夫だよ。いじめないよ。バイバイ。元気になんだぞ。カモさんたちものびり。これはいいね。もっと早く気づき出たね。本当に水があって、こう植物、多様な植物がこう植えてあって、こういう設備はその都心にあるってのがいいよね。こういうものに一番縁遠い生活してなきゃなんないから、都心ってね。こんにちは。それは薪？何の薪？これはあの薪ですか？薪です。これ何、どういう時にいいの、入っちゃっていいですか？いいよ。あの、どういう時に使う、あのいわゆる暖炉なんか使う？いやいや、ピザ屋さん。ああ、ピザ屋さんとか、うん、釜で炊く時に薪の方がいいっていうところはこれ使うの？そう。ほとんどピザ屋さんだね。でも今でもこうやって薪ってどっかで作ってるの？ああ、福島の郡山の山奥で。これ何の木？奈良。奈良。うん。ああ、そうだよな。奈良って聞いたことある。これで焼くとうまいんだろうな、やっぱり。うん、やっぱりね、奈良の薪だと最高だって。ああ、そう、うん。結構あるんだね。もうびっくりするぐらい。こちらは燃料だ、炭とか。そう。
レンタンとか。レンタン、レンタンってまだあんの？まだありますよ。久しぶりにこう薪を積んだるの見たね。僕ら子供の頃はあの薪って身近にものすごいあって、生活にこれがないと飯食う炊くのにも味噌汁作るのにも薪から始まったみたいなもんだから、こういうの姿見たけど今都会でこれ見ないよね。まずないでしょうね。時田さんどのくらい重いか持ってみるか。どうもありがとう。戻ろう。あ、ちいさん地図がありますね。これ今現在地。始まってくださいです。これこんなにあんの？こっちの方まであんの？北手にはこうなってんの。これでもずっと張り巡らしたらいいのにな。いや東京23区この水がここでなんかあのこの水がまたずっと世田谷からなんか何あのずっとなんか文京区の方とか下町の方までずっと流れてるなんてちょっと神秘的でいいな。地図によると目黒川緑道は途中で三軒茶屋方面と下北沢方面に分かれていくようです。緑道を歩きながらの一駅散歩もできそうですね。この音を聞くだけでもいいよね。このここに椅子があるのはそういう意味じゃないかね。この水音、はい、ご苦労さん。何食べてんの？君たちはもうどこにでも行けて、水の中でも陸の上でも飛んでも空にも行けるもんね。ついつい長居しちゃいそうですね。こんにちは。ご苦労様です。株分けしないとね、準備やってるんですよ。あ、そうですか。うん、大変ですね。あの、わかります。これはあの皆さんでこの管理してるのはあれですか？10名以上の団体でないとですね、うん、世田谷区は購入してないんですよ。だから、そういう管理者のあれをもらって。そうそう。でもありがたいね、皆さんがそうやってきれいにしてくれて。もう緑道綺麗だと思うんですよね。いや、いいよね。ゴミもほとんどないでしょ。ないし、朝4時半から。あ、本当。で、大体5000フィリアンです。これはいいプランですよね。うん、なかなかね、役者としてはいいことやったと思うんですよ。でも本当に綺麗で、ありがとうございます。ご苦労様です。いいお話を聞けて。大勢の人たちでこの風景を守っているんですね。あ、こちらでも。お疲れ様。ご苦労様です。いつも見てます。ありがとうございます。今掃除ですか？掃除ですね。はい、ちょいちょいやなさるんですか？1ヶ月に1回ぐらい。1ヶ月に1回、はい、そうですか。やっていかないと藻がやっぱりある程度は。でもいい、すごく僕初めて来たらいい環境ですね。ここもうずっと向こうまで、ね、カモもいますし、コイもいます。東京中これになるといいね。そうですね。綺麗にするように頑張ります。すいません、ありがとうございます。すいません。これでこっちに分かれますね。どっち行きますかね。どっち行きますか。どちらへ参りますか。表か裏で何年ぶりにやってみましょうか。これが裏ですね、500円。表ですね、
プチ。裏ですね、こっちですね。ちいさん、裏が出たらどっち行くかって決めてましたっけ？あんまり意味はないんだよ。何はともあれ、別れ道は烏山川緑道へ進むことに決定。こちらはどんな道なんでしょうね。これも綺麗な花だね。白い葉っぱだね、なんか。葉っぱっぽい。葉っぱが白いんですね、先の方が。せっかく来たのに、緑道からもう離れちゃうんです。暑いから一服しようか。そういうことですか。入ってもいいのかな。いいですか。あまりこう格好綺麗なのばっかりじゃないんですが、いいでしょうか。うさんくさい男ばっかりですが、よろしいでしょうか。お邪魔します。世界の VIP に愛される名門フレンチシェン松尾、そのフレンチコースで提供されているデザートを専門に扱っているこちらのお店、地下のアトリエで作られた名門の味がそのまま店頭に並ぶそうです。レモン味のさっぱりとした甘さが評判のタルトシュトロン、テントウムシがなんとも可愛いですね。なるほどなるほど、美味しいですよ。ありがとうございます。緑道を散歩なさって、はい、ちょっと僕らみたいに喉乾いたからちょっと お茶でも飲まないっていう人も結構いらっしゃるでしょ。そうですね、結構日曜日とかはうん、カップルでいらっしゃる方が多いですね。散歩のついでに寄ってこうみたいな。ああそう、はい、あなたはまだカップルで歩かないんですか？残念ながらまだちょっとやったことあるんです。嘘をついてるよ。とんでもないです。こんなんでよかったらいかんぜひ。みんなね、どうするこんな売り出し中なんですよ。爽やかで。爽やかでいいですか？そうですか。なんか声が芽生える。ねえ、これ若い顔してるけどおっさんなんだよか。ちょちょ、通わせますよ、この店に。お待ちしております。甘い恋、芽生えますかね。子供の絵がありますよ。これ面白いね、こういうの。自分と動物というような、これ、くくりになってんだろうな。勝利高い芸術性ですね。ねえ、素敵だね、みんなね。これなんかかわいいね、ほら。大きなハゲタカのすぐそばまで行って、ちょっと怯えてるこの少年が。でもなんか話してんだね。お散歩です。大変でしょ、このぐらいのワンちゃんになると。運動は30分ぐらいするの？1時間は歩く。1時間歩く、はい、人間が疲れちゃうね。これすごい艶がいいんだよ。ありがとうございます。君何、美味しいもの食べてんだ。だから艶がいいんだ。ねえ、これもすごいね。気づけば緑道を離れてブラブラとお散歩。ちいさん、今度はどちらに向かいますか？これも大きな木だな。
これは欅だな。ほらこうやって本当に触ると木ってあったかいんだよな。冷たくないんだよな。なんでだろうね。佐藤さんちょっと来てよ、触ってごらん。冷たくないでしょ。あ、本当ですね。こう触ると冷たいでしょ。はいはいはい。なんで木ってこう冷たくないんだろう。時田さんも触ってよ。生きてるから。あ、ぶ生きてるからかって言うけどさ、そういうふうに言えばそうだけども、何百年生きてんだろう。頼むよ。すごいな。本当に立派な佇まいですね。あ、氷だって氷。この季節初めてだな、氷食べるのは。氷食べようか。こんにちは。こんにちは。氷はもうあるんですか。ありますよ。あ、そうですか。はい。こちらのお店では夏場だけでなく一年中かき氷をいただけるそうです。そのせいあってか種類も実に豊富。そんな中からちいさんが選んだのは定番の氷あずき。あ、なんだかあずきの量が随分とたっぷりですね。ほら、こんなにあずき入ってるよ。こんなに普段入れてんの。入れてますよ、本当に。いっぱい入ってるでしょ。30に入ってる。そう、30。これ今日特別なの。いや、違う、全然小さんぽが来たから特別じゃない。いや、そんなことないですよ。いつも通りですよ。うまい。小さんにね、ちょっと会いたい人が、ちょうどね、うん、そっくりな人がいるの。僕にそっくり、相当いい男だね。そう。ちょっと、金山さん。え？お風呂屋さんなんですよ。ほら。あ、似てる。いや、ほら。お兄弟。ね、本当に似てるでしょ。似てるよ。ほら。ほら、似てるでしょ。よく言われます。あ、よくいい男って言われるよね。お互いにね。ちいさんとはね、キモいあのゴルフ場でね、2、3度会ってます。見つめ合ったことあるんだけどね。ちょっと帽子どうか。どうか俺がいる。あんまかぶってないんで。これ似てるでしょ。似てる。ハゲが隠れてよかった。いや、俺もそうだ。似てらっしゃる。これちょっとだよ。ほんと、似てますね。そんなに似てるからね。嬉しいでしょ。あの世田谷のね、ちいさんって言われてるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、すまへんぞ。よろしくお願いします。イチョウすごいね。その歴史は600年以上昔の南北朝時代にまで遡るという円泉寺。大師堂と欅並木の境内は古くから地元で愛され続けてきた風景の一つ。その大師堂には弘法大師が彫ったとされる聖徳太子像が祀られています。ちなみに円泉寺のある地名大師堂もこちらのお堂に由来するそうです。境内には左官組合が建てた聖徳太子像も。聖徳太子様は左官屋さんとか大工さん、技術屋さんがやはり信仰してますので、ね、毎年10月にここでお祭りするんですけれどね。和をもって尊しとするというような意味のことですかね。なかなかこれが簡単なようでできないんですよね、和というのがね。ですね。世界中でこの和を尊しく和があればいいんですが、このスタッフこれだけでもなかなか和がね。そうですか。大変ですね。大変なんですよ。はい、ありがとうございます。わざわざお時間を割いていただきました。大欅が作る木陰の下でいつものように一日の思い出を絵手紙に綴ります。完成するまで今日のおさらいです。
目黒川緑道を歩きながら大量の薪に驚かされたちーさん。緑道を守る人たちと出会い、甘いケーキで話が弾んだ後は、氷屋さんでそっくりさんと顔を見合わせた2時間8分2614歩のお散歩でした。はい、今日の散歩は池尻大橋の駅からちょっと入ったところに、緑道があります。綺麗な水が流れていてとっても素敵なところです。奥の方に入るとこういうお寺だとかなんか古いものもたくさんありますし、歴史的なものもあるようです。今日の一枚の絵はそんな目黒川緑道を管理しているお父さんにお会いしました。こういう方のおかげで綺麗な緑道が保たれていると思います。ちーさんぽの新しい本が発売されました。後世に残したい職人魂、親子で守る伝統の技を一緒に楽しみましょう。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は足のつり予防体操です。足を大きく一歩前に出し、足首は直角に曲げるのがポイントです。両膝は正面に向くようにしてください。